この世界にはメカニックと呼ばれる職人たちがいた。機械の修理や組み立てなど面倒な仕事を喜んで引き受けてくれる最高にクールで便利な人々だ。メカニックが開発した様々な発明品のおかげで世界はより便利に過ごしやすく発展していくのである。そんなメカニックの中でも若い頃から天才と称され、後世にまで語り継がれていく少女がいた。彼女の物語はこの小さな小さな町から始まる。それに見合うだけの発明品ができたよ。しし、早速自慢しに行こうっと。ギャー！あい、て、な、なに、何が起こったの？もしかして設計ミス？これで今月何度目だっけ？また派手にやっちゃったな。これじゃうちのガレージもダメになっちゃったよね。今の私に残ったのは相棒のス…うわ、よしよし、お前だけは絶対に守…うわ、本当にひどいな。プリエ怒るだろうな。この前ご近所さんのお店をロケットば…今度は何抜きにされる？おやつ抜きとか？こちらクリエ。ごめんねクリエ、また爆発しちゃったの。本当にごめんなさい。いきなりうるさい。鼓膜なくなるからもう少し静かに。助けて。無理してウィスパーボイスにしなくていい。ちょ、助けて。了解。事情はだいたい分かってる。とりあえず。ありがとうクリエ。はいはい、わろたわろた。
もうすぐで目的地だけど。何？クリア？クリア、どう？ぼ、が、き、けて、こ、おりょ、通信切れ、まあいいや、もう少しでゴールだし。確か、この…その電波塔は海の上、水上施設リスト、泳げる。泳ぐのは得意だよ。それに、この万能スパナ君が深い海でもへっちゃらなのだよ。前から思ってたけど、そのスパナは…スパナ君は私の無人島に何か一つ持っていくなら、スパナ君は…リスト、あとごめんよ。いくらクリエでも、それ私とスパナ君は常に一心と。そんなことは言わないで大丈夫。